皆さんこんにちは、ひかるです。今日はですね、購入品紹介なんですけれども、基本的にね、私家にずっとおりますので、買い物とかもネットが多いんですけど、初めてのサイトでお買い物をしてみました。グレイルさんです。はい、というわけでですね、今日はグレイルで約3万円分もお買い物したので、そちらを紹介していきたいと思います。それでは行ってみましょう。 Let's start! ヒカルチャンネル。全部で多分15着ぐらいあるので、サクッと行きたいんですけれども、一つ言わなければいけないことがあります。私はですね、ここしか撮影場所がなくてですね、全体像をお見せすることができないんですが、こちらに画像を載せておきますので、画像を見つつ楽しんでいただけたらいいなと思っております。それではまずは1点目、今着てるこちら、白 T ですね。袖の部分がキュッてなってるタイプのやつで、この首元も袖と同じ、なんていうの、素材でちょっとキュッとなってる感じ。苦しくはないです。はい。で、胸元にワンポイント刺繍があり、ポップコーンですね。はい。で、私の一番これが決め手っていうのが、この後ろのね、後ろの柄見えてたかわからないけどここに載ってるはず。はい、後ろの柄が可愛くてですね、こちらを購入させていただきました。これはフリーサイズでワンサイズなので、自分は155センチなんですけど、ビッグTみたいな感じかな。そんな感じで、下にスキニーとか履いたりとか、まあ、スキニーじゃなくてもジーパン履いたりとかしても可愛いかなって思いました。はい、それでは続いて行ってみましょう。続きましてこちら、ショーパン買ってみました。ランキングがあって、それのなんか上位にあったので買ってみたんですけど、これは S サイズ買いました。さっきちょっと履いてみたんですけど、結構いい感じでした。ただやっぱショートパンツだからさ、この短いので、はい、生足では履かないかも自分は。多分タイツとかストッキングとか履いてから履くと思いますたまにね、はい、こういうのも履きたくなるので、いい買い物だったと思います。これいろんな色ありました。はい、なので好きな色あるったらね、ぜひ買ってみるのもいいんじゃないでしょうか。ハイウエストになってるので、スタイルも結構よく見えると思います。次はこちら、白ニット買ってみました。首はね、モックネックっていうぐらいの長さでいいのかな。でもまあ一応ハイネック、曲げずにちょっと長いよみたいな長さですね。で、全然チクチクしない。で、まあそんなめちゃめちゃ透けるとかではないかな。でも一応インナーはちょっと気にした方がいいかなっていう感じですね。はい、これもフリーサイズのワンサイズなので、長さは足の付け根ぐらいまであります。なんかここさ、肩落ちてるデザインだから、なんかこの肩幅とかもそんなに気にせず着れそうな感じ。いいんじゃないでしょうか。厚すぎず薄すぎずな感じなので、下に着込めば今の時期も着れるし、もうちょっと長くね着れそうな感じです、これは。次はこちらです。グレーのニット、なんか袖口が結構広めのタイプで、首元はまあモックネックって感じかな。この腕と同じようにちょっとシュッとなってるデザインで、これショート丈、はい、仕様なので、おへそ下おへそ下ぐらいまでいきます。はい、これさっき
紹介した黒パン履いてます、はい、これあったかい、結構いいかも。あとこの切り替えがこのちょっと落ちてる感じの切り替えなのでいい感じではないでしょうか。ハイウエスト系のボトムスと合わせるといいかなと思います。若干本当にわずかチクチク、そんなめちゃめちゃチクチクではないけど若干チクチク感はあるのでインナーは着た方がいいかも。ミカルチャンネル、次はこちらのニットです。このニットはねちょっと長め、あのショーパン隠れるちょい、そうね、2センチぐらいは裾見えるよっていう感じ、ショーパンの裾が。で、V ネックで、これね、後ろがね、リボンなんですよ。あと、袖のさ、ところの、なんていうの、このキュッとなってる部分がちょっと長い。チクチクはしないかも。ちょっと、ほんとにちょっとするかもしれないぐらいかな。この、こう。そうね、腕長めだとは思うんですけど、あの結構萌え袖じゃないけどこう手の甲まで長さが来るタイプの長さなのでいいかもしれない。はい、あと横にね、横スリット入ってますこれ。はい、いい感じです。続きましてはこちらのニットです。これはなんかあのここに穴が開いてて親指出せるよみたいなタイプのあれだったんですけど、なのですごく長いですかなり萌え袖感がすごい出るあと首元はちょっとだけ長いタイプのやつです。はい、リブニットですね。これ M サイズになります。なんかピタッとしすぎず、ブカブカ、めちゃめちゃブカブカでもないかな。でも袖がめちゃめちゃ長いです。めちゃめちゃ長いです。ワンチャン S でも良かったかもしれない。なんかここのさ切り替えのところにちょっとタックが入ってんのよ、これこっち、ほら若干タックが入ってて、それが若干ちょっとだけおしゃれに見える感じがする。次、続いてはこちらです。ブルーのニット買ってみました。これは結構首のここがちょっと長いタイプかもしれない。まあギリギリセーフって感じだけど、これはフリーサイズのワンサイズでした。後ろもちゃんと柄入ってる。で、長さはまあ普通丈って感じかな、長すぎず短すぎずのニットです。この色かわいいね。結構薄めかも、見た目よりは。あの今の時期だとインナー着ないと寒いって感じかな。はい、チクチクはそんなにしない。でもはい、次こちら薄手のニットです。袖がちょっとあの広がってる、こう広がっているタイプのお袖で、首元は結構すっきり見えるぐらいの高さかな。長さもあの普通のこういうタイプのニットを着た時の丈感ですね。短くもなく長くもなくって感じの丈感で、チクチクはしない。あの深めのパープルみたいな色でした。なんかまあいいんですけど、好きな色だからいいんだけど赤っぽいのかなと思ったら意外と紫っぽいのが来た。はい、そんな
感じでした。次ヒカルチャンネル、次はこちらです。なんかオフショルのニット買ってみました。こういうなんていうの、長めのこれ襟って言っていいのかな、わかんないけど、そういうデザインのやつです。なんかこの二の腕の部分隠したいよっていう人いいかもね、このデザイン。袖はちょい長めかも。うん、これ M サイズのグレーです。春先とかいいかもしれないですね。はい、あの全然チクチクしないし、いい感じだと思います。はい、次、続きましてはなんかさっきと同じような形なんだけど、この前がファスナーになってるパターンのやつ、上からも下からも調整できるよっていう形のやつです。ここは自由にね、なんか全部閉めてもいいし、ちょっと開けてね着てもいいしみたいな形の、これも一応ダークグレーな感じですね。袖もちょっと長めなので萌え袖もできますね。はい、こんな感じで後ろも、はい、さっきと同じ感じかな。うん、色的にはこっちの方がちょっとしっくりくるかもはい、そんな感じでした。あ、これね、これチクチクしないです、全然。はい、春先まで着れそうな感じですね。はい、いい感じです。次、続いてはこちらです。これはなんかニット、薄手のニット、ちょっと首元が長めの、はい、ニットと、このなんかチュールっぽい感じのキャミがついてる、はい、セットみたいなやつですね。一応 S サイズを選んではみたんですが、ニット的には全然あのきつくないし、 S サイズで正解だったかなと思います。これ別々であの入ってるので、あのどっちか片方だけ別のものと合わせることもできます。うん、良いのでは。ちょっとふわっとした感じ、ちょっとだけラブリーな感じのやつも買ってみました。うん、まあ、衣装とかにワンチャン使えるかもしんないな、この上のやつとかね。うんうん、はい、そんな感じで次行ってみましょう。こちら今回唯一のシャツ、すいません、アイロンとかしてなくて袋から開けたばっかりのでちょっとシワシワなんですけど、まあ、この状態で届きますなので袋に入っているのでちょっとシワシワで届くんですが、まあ、洗濯してアイロンかけたらいい感じになるかなって思います。はい、ボタンがねこうシルバーにちょっとパールがついてるみたいなボタンで結構かわいい。袖もちょっと長めのこうキュッとした部分にその同じボタンがついてる。長さはね、普通のシャツくらいかな。うん、そんな長くもなくって感じかな。はい、これ M サイズですのブルー買ってみました。で、大きい襟ね、珍しくない？はい、そんな感じのシャツも買ってみました。じゃあ次、ヒカルチャンネル、ここからはアウターです。まずはこちらのチェックのコート、ちょっと大きいけど、これフリーサイズだからさ、ワンサイズしかなくて、あのさっきのポップコーンの T シャツ着てるんですけどでもこう下にニットとか着込めそうな感じはあるし、うん、良きなのではないでしょうか。重くもないです、そんなに。なのでさらっと着れる感じは
しますね。中はねこういう感じ。はい。になってます。次、続きましてはこちらグレーのコートですね。はい。袖のところになんかこういうのついてたりとか、あとボタンはですね、こう内側もついてるからしっかり留められて、でこういう風にも着れるし、このねところを全部留めて、ここも留めちゃったら防寒にめちゃめちゃなる。うん。でさらにこれウエストマークできるベルトがついているので、ちょっとスタイルアップしたいなっていう人はベルトをしたら、はい、キュッとなります。ちなみに丈がちょい長、膝上、10センチぐらいなので、光が155センチで膝上10センチから15センチぐらいなので、ミディアムぐらいの丈が好きな人はいいかもね。はい。後ろはなんかちょっとこういうのになってる。はい、感じのアウターを一着買いました。これもフリーサイズなので、はい、なんかギュッとはしてないので結構ニットとか着込める感じがします。ラスト、こちらのボアのライダースみたいなやつ買ってみました。これまで締めたら、まあこうも切れるし、こう襟を立ててまたここをキュッてやるパターンもできるし、まあここ開けてね、こうちょっとこういう感じにも切れると。はい。でポッケがついてる。感じですね。はい。これ M サイズ買ったけど S で、 S あったっけ？ S あったら S でもよかったかもしれない。ちょっと大きめですね。まあでも下にニットを着るとかだったらこれぐらい大きい方がゆとりはあるのかな。うん。という感じでした。ミカルチャンネル。というわけで今日はグレイルで約3万円分買ってみた商品紹介、いかがだったでしょうか。今後ね、インスタとかで多分着てる画像とかも上がっていくと思うので、そちらの方ね、ぜひチェックしていただけたら嬉しいなと思っております。みんなは一体どこで服を買うんでしょうか。なんかいつもみんなが買うお店とか教えてくれると嬉しいし、こういうところで買ってみてほしい的なのをコメントで教えてくれると、もしかしたらやってみるかもしれない。はい、というわけで今日はこの辺にしたいと思います。チャンネル登録、高評価、コメントたくさんお待ちしています。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。